プレーナンバー1の1、山口大学キックオフ。キックは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合反則となりまして、山口東京理科大学5ヤード前進して、攻撃権を得るか、相手はあるいは5ヤード下げてキックオフをやり直すか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選べます。山口理科大学、自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回の攻撃をダウンと称し、回数に応じファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと言います。4回の攻撃のうちに10ヤードを進むか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1の2、理科大学ファーストダウン点。1回目の攻撃、攻撃権更新まで残り10ヤード。ナイスラン。ファーストラン。ランニングバック8番、オプションプレーのピッチを受け、右オープン展開。大きく前進し、ファーストラン攻撃権更新です。プレーナンバー1の3、理科大学ファーストラウン点。ボールオン自陣46ヤード。中央へのランプレー、キャリア8番。しかし今度はゲインほとんどなし。ボールを持った選手が倒れたところで攻撃が1回終了したとなります。プレーナンバー1の4、理科大学セカンドダウン11、2回目の攻撃、攻撃権行使まで残り距離11ヤード。右へのオープンプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則が発生したことを意味します。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜退し、理科大学セカンドダウンの攻撃となります。理科大学は5ヤード前進します。プレーナンバー1の5、理科大学ファーストダウン点。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック30番、ワイドレシーバー2番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。理科大学ファーストダウン点。ランニングバック8番、ハンドオフから中央トップを図りましたが、これは山口大ディフェンスよく約2ヤードのロス。
プレーナンバー 1-7 理科大学セカンダウン12ボールオン相手陣12ヤード。パス不成功。クォーターバック30番プレイアクションからパスターゲット3番しかしこれはオーバースロー。パス失敗ですのでここで一旦時計は止まります。プレーナンバー 1-8 理科大学サーダウン12攻撃権更新には12ヤードのゲインが必要です。ボールオン相手陣22ヤード。パス不成功。クォーターバック30番プレッシャー開局で左に流れながらターゲットを探しましたがターゲット見つからずパスを投げ捨てました。フォースダウン4回目の攻撃と変わります。プレーナンバー 1-9 理科大学フォースダウン12フィールドゴールチョイス。キックによる3点を狙います。キッカー72番。このキックはリフレクト弾かれました。キック失敗無得点で攻守交代です。プレーナンバー 1-10 山口大ファーストダウン10ボールオン自陣15ヤード。パス不成功。クォーターバック16番ロングパスターゲット7番しかしこれはオーバースローセカンドダウンに変わります。プレーナンバー 1-11 山口大セカンダウン10ボールオン自陣15ヤード。中央へのランプレーゲインは約5ヤードキャリア44番。プレーナンバー 1-12 山口大学サーダウン5ボールオン自陣20ヤード。スナップミス。クォーターバック16番かろうじて抑えましたが5ヤードバッタイとなります。山口大フォースダウン。プレーナンバー 1-13 山口大フォースダウン10パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃権放棄陣地挽回を図りまの意味を表します。パンター7番このパントは理科大学陣40ヤード付近でボールデッド攻守交代です。
ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは暑さ対策としてクォーターの半分で審判の判断によるタイムアウトを取ることがあります。現在はコロナによる、飛沫感染防止のために選手にフェイスシールドをつけることを義務付けられております。したがって気温に関係なく熱中症対策としてクォーターの半分でタイムアウトを取っております。プレーナンバー1の15、14、理工大学ファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。QB スニーク、クォーターバックの地を突破、キャリア30番。約5ヤードのゲーム。プレーナンバー1の15、理科大自陣47ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃、攻撃権更新まで残り6ヤード。フルバックのダイブプレー、中央突破、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の16、理科大自陣49ヤードからサーダウン4、なにわ8番トスを受け左オープンへのスリープレー、しかしこれはアジャストされ原因は1ヤード、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の17、理科大フォースダウン3、ボールオンハーフウェイ、プレーを選択します。ギャンブル、3ヤードゲインできないと攻守交代です。ギャンブル成功、ファーストダウン。ランニングバック8番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開、大きくゲインしファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の18、理科大相手陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック30番ワイドレシーバーへのパスを投じましたが、これは山口大学3番がパスカット、セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー1の19、理科大学相手陣32ヤードからセカンドダウンテン。中央へのランプレー、キャリア8番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の20、理科大相手陣30ヤードからサーダウン8。3回目の攻撃、攻撃権更新残り距離8ヤード。得点を得るタッチダウンまでは30ヤード。パス成功。クォーターバック30番プレーアクションからワイドレシーバー18番へのパス。パスは通りましたがファーストダウン更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。プレーナンバー1の21、理科大フォースダウン残り1ヤードでギャンブル。フルバックの27番ダイブプレーファーストダウン、中央突破で大きく減しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の22、理科大学相手陣15ヤードからファーストダウン点。さあこの競り合いどうだったか。インターセプトです。クォーターバック30番、ここでエンドゾーンへのパス、タッチダウン狙いました。しかしこれを取ったのは山口大学。そして倒れた地点がエンドゾーンですので自陣20ヤードからの攻撃となります。ターンオーバー。プレーナンバー1の23、山口大学ファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。中央へのランプレー、キャリア44番、ゲインは約2ヤード。ここで前半の時間がなくなりました。失礼しました。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、山口大学0点、山陽小野田市立、山口東京理科大学0点、攻守方向入れ替え、第二クォーターに移ります。